それではですね、2021年シーズン2一発目スタートです。よろしくお願いします生まれは北海道の釧路市というところで育ちは鶴舞う形の群馬県伊勢崎この二つの町は俺が育った大好きな町今年一発目のシーズン2皆様よろしくお願いします。最後を飾るのは藤井達也よろしく。まずは人口約17万でっかい道の右端っこ町の名物釧路湿原阿寒湖そして海の幸も夏は涼しい冬は寒い常にマイナス10度以下だよ。こんな町で生まれ育った俺のびのび幼少期を過ごした。海も緑もあって空に手が届きそうなくらい空気が綺麗で大好きな家族がいてたくさんの自然が溢れる街それが北海道の釧路市。生まれは北海道の釧路市育ちは鶴舞う形の群馬県伊勢崎この二つの町は俺が育った大好きな町。次群馬県埼玉県境の市鶴舞う形の鶴の首のところ町の誇り化粧寺公園週末の癒しの場所赤城山から吹くから風たまったもんじゃねちょりも前に進まね夏当たり前の40度超えこれまたたまったもんじゃねだけどなぜか居心地が良くて今は帰る家もないのに青春を過ごした仲間たちが群馬県伊勢崎にはたくさんいます。生まれは北海道の釧路市育ちは鶴舞う形の群馬県伊勢崎この二つの町は俺が育った大好きな町地元が一つ二つあるやつもいればいろんな場所に思い出を持つやつもいるふと寂しくなった時には思い出してもいいよね地元だから生まれは北海道の釧路市だけど育ちは鶴舞う形の群馬伊勢崎だけど二つも一つも変わらないめちゃめちゃ大好きな街育ちは鶴舞う形の群馬県伊勢崎この二つの町は大好きな町おお育った大好きな町ありがとうございます。達也中毒達也 hey yeah 達也中毒達也 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 hey y
つや、へいへい、たつや中毒。完璧だ。たつや中毒、たつや、へいへい、たつや中毒、たつや、へいへい、たつや中毒、たつや、へいへい、たつや中毒。きた。明日会えないかもしれないけど、 SNS でもそうだし、心でもそう、つながってると思います。アーカイブでもそう、つながってると信じて歌い続けます。また明日って当たり前のように、始めたこの数も少なかったのに、今では達也中毒、ここまで増えました。一人一人、一つ一つの積み重ね、つながる僕らの絆は、この世がいいな。また明日って当たり前のように、吐き出す僕の言葉、君はいつでも笑顔の絶え文字で、明日も共に過ごす楽しいよ。ここにいたいって、一緒だね、俺もいたい。恥ずかしいけど本音が出ちゃうよ。17ライブから今だから言わせてもらう、ハッピーラマスイスイダーク、他にもたくさん求めてないギフトとかコメントとか、俺カンカン、いじられ枠なんて求めてなかった、嬉しい子さ、予測不可能なことが起き起こす力、紛れもない事実、絆が僕らの絆、時間があるからそういうことが起きる。また明日って当たり前のように、吐き出す僕の言葉、君はいつでも笑顔の絶え文字で、明日も共に過ごす楽しいよ。一緒にいれたこと、でも今日からここから楽しいを作る、普通に簡単じゃないものを形に、共用じゃな共有できる場所、飛ばしだからこそ見えてくる、一緒にいた意味、感じたものそれぞれ違う意味、僕はそのそのまま、そしてこのままがいいなと、そしてこのまま以上に楽しい時間とか、皆さんと共有できる時間を過ごしたいなと思います。初めて見てくれた方も、いつも応援してくれてくる方も、本当にありがとう。そしてまた明日と明後日と、これからも楽しい時間を共有していきましょう。また明日って当たり前のように、吐き出す僕の言葉、君はいつでも笑顔の絶え文字で、明日も共に過ごす楽しいよ。ここにいたいって、一緒だね、俺はずっといたいよ。恥ずかしいけど本音が出ちゃうよ。You, you.
久しぶりのシーズンズありがとうございました。藤井達也でした。また明日って当たり前のように笑顔の大文字で始めた頃は数も少なかったのに「カラムチョスパムチョ」「情熱